ねえねえ、この後ボウリング行こう。1ゲームだけね。うん。ん？何あいつ、謝れよな。作戦成功。お姉ちゃん、何？カバンの中見せてくれる？は？なんで？何か入れられてるかもしれません。は？なんか入ってた。何これ？それは盗聴器です。あのジジイ、これでいろんなことを盗み聞きしてやる。あのクソジジイ、絶対殺す。ん？何言ってんだ？見つけたぞクソジジイ。こっち向けよ。お！気持ち悪いことすんじゃねえよ。札呼んでっから。違うんだ。諦めるんだな。新幹線で吸えるのもあと少しね。ママ大丈夫？ちょっとタバコの匂いがね。喫煙ルームから離れたとこにしたらよかったね。僕が煙を吹き飛ばすよ。無理だよ。あの、はい、よかったら席変わりましょうか。え、いいんですか？俺んとこならそんな匂いもしないんで。ありがとうございます。ありがとう。ちょっとあんた、そこ私の席よ。え、あ、すいません。いない隙に人の席を横取りするなんて卑怯者ね。いや、そんな。この人タバコの匂いが。ちょっとおばさん、こっちの席取っといたよ。え、喫煙ルーム近い方がいいっしょ。確かにいいわね。そこの席くれてやるわ。よかった。お姉ちゃん、ありがとう。無理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 。答えわかんねえな。腹痛え。昨日激辛ラーメン食ったせいでこんなことに。ちょっと空気が悪いな。一回換気しろ。バーロー、今じゃねえだろ。オープン。無理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 。下り列車が押し寄せてくる。じゃあ西川、前に来てこの問題解いてみろ。は、はい。マジで今動いたら終わるって。何やってんだ、早く前に出てこい。はい。別のもんが前に出そうだよ。西川わかるんでしょ、早く答え出してきて。別のもん出してきてよ。早く行ってこいよ。ひゅー。え、どっか行っちゃった。お、ちゃんと答え書いてきたのか。正解だ。これでみんなスッキリしてる。はいはい、スッキリした。ん、ちょっと駅員さん。はい。ホームのベンチに落書きしてる不良がいるわよ。本当ですか？あんな奴を世に放っておくとろくなことがないわ。すぐ向かいます。ちょっとお客様。あ、今何してたんですか？何って、ベンチに落書きしてたんでしょ。あ、みんなが使う駅を汚す最低な男よ。警察を呼んでちょうだい。いや、ちょっと待ってくれよ。本当でしたら警察沙汰になりますよ。なんでそうなるんだよ。おいぐらてめえ。先輩？痛みだけで判断しちゃいかんぞ。どういうことですか？話を聞いてやれ。え？ベンチの落書き消してたんだよ。春から新入生も来るし、綺麗な街だって思ってもらいたいだろ。疑ってごめんなさい。悪かったわね。この見た目じゃ無理もないよな。そうよ。ばあちゃんも人のこと言えねえぜ。シュー！じゃ、反対ホームもやってくるわ。僕もやります。すみませんべー。どうされました？遅延症ちょうだい。遅延症ですね。うん。30分の遅延症です。あざちゃみー。また癖すごいの来たな。今日は転校生が来たから紹介するぞ。真面目な子だといいな。たくちゃみでーす。またギャルじゃねえか。アマゾン生まれフランス育ちです。聞いたことねえよ。和のことよくわかんないんで、みんな教えてください。日本でいいだろ。いつの時代の呼び方だよ。たくちゃみー、インスタのユザネ教えて。オケちゃみー、あざぽよー。ちゃんと話せよ。トリマプリトってガストで語ろう。それアリゲーター。ちょっと待て、まだ授業が終わっとらんぞ。やるっすよ。1時間目科学か。マジダルメシやん。ね、後ろのおっさん撮ってるよね。うん。芝居とく？待って、いい考えがある。え？おっさん、今撮ってたよね。あ、そんなわけないだろ。撮ってもいいよ。え？その代わり、私たちモデルやってるからお金取るね。いくらで？1分100万円だね。そんな金払えるわけねえだろ。食べてんのか。ってことは盗撮したの認めたのね。盗撮は犯罪だ。刑務所にぶち込んでやる。ちょろ、駅員さん。はい。今日の分です。カルパスですね。よろぽよ。では遅延症のストック30枚です。あざぽよ。何やってんのこれ。これで遅刻し放題なの。手を組むべきは駅員さんなんだよ。へえ、勉強になる。おはぽよ。おはちゃみー。お前らなんで遅れたんだ。遅延症でしょ。あ、そうだった。駅員さんに賄賂渡して遅延症のストックいっぱいもらったの。絶対行っちゃダメでしょ。墓場まで持ってくつもりだったのに。そんなことして許されると思ってんのか。そりゃそうなるよね。バラッチにならバレないと思ったんだけどな。自首しただけだけどね。逃走中だったら500円も貯まってねえわ。遅延症も全部没収だ。駅員さんに何を渡したんだ。カルパスに見せかけた消しゴム。そうだったの。
駅員さん知ってたかな。え、すいません、ギャル山駅へ行きたいんですけど。ギャル山駅へ行くんですか。はい、生きて帰ってきてください。わかりました、行ってきます。今日は来てくれてあざぽよ。何したらいいの。一緒に豆まきしてほしいの。なんだそんなことか。お安い御用だぜ。じゃあ鬼来たから退治しといてね。やっほー、鬼でーす。リアルすぎんだろ。アマゾンで本物の鬼注文したの。アマゾンさんやりすぎだって。鬼は外。ダメで倒せる相手じゃねえよ。多分ノーダメだろ。鬼は外。何投げたの。豆だよ。やるっすよ。早くしないと限定のクロワッサンが売り切れるわ。着いた。私が降りるわ。どきなさい。あ、非常。なんか騒がしいけど知ったこっちゃないわ。すぐ助けるから退避所から動かないでね。うん、クロワッサン、クロワッサン。ちょっと待てよ。え、あんたのせいで大変なことになってんぞ。何のことよ。電車から降りるとき前の子供突き飛ばしてったろ。ちんたらしてるからよ。その子は電車とホームの間に落ちたんだぞ。え、その目で見てこい。無事だったのかい。足が痛いよ。悪かったわね。足詰めさん、地味って警察がお待ちです。ちょめちゃくちゃ混んでんじゃん。こりゃ座れねえか。目の前の人すぐ降りた。席どっか空いてるかな。角の席空いてる。着いた。出口地下。残高あったっけな。ワンチャンいけるか、いけるか。おはぽよ。タクぽよ。また遅刻か。朝起きんの無理ぽよ。お前はもう出席率が足りとらん。優先決定だ。うざ、勝手にしろ。親御さんにも言っとくからな。もう一年やり直せ。若木原先生。なんだ。ちゃんと彼女を見てあげてますか。え、タクぽよ、先生は知ってるぞ。ご乗車ありがとうございます。今日めっちゃ寒くない。そうだね、昨日より冷えるね。あれうちの生徒だよな。なんで車椅子のおばあちゃんと。ばあば、ちゃんと病院の先生の言うこと聞くんだよ。ぽよちゃんこそ学校の先生の言うこと聞きなさいね。じゃあまた帰り迎えに来るね。ありがとう。そういうことか。誰にも見られていないと思ってもきっと誰かを見ている。それがいいことでも悪いことでも。先生、家族思いでリーダーシップがあって素直で頑張り屋のこの子は十分卒業の資格があるんじゃないんですか。そうだね。卒業おめでとう。あざぽよ。お前たちと過ごした3年間は忘れません。寂しくなるぜ。お前らが泣くから先生も泣きに来たわ。俺はこういう時に絶対に泣かない。この先生きていく中で辛いことが必ずある。しかし俺はドライアイだ。そんな時は学校に顔を出してくれ。目薬を刺したい。しかしここで目薬を刺したら泣いてると思われる。先生がいつまでも君たちを待っている。でも目に潤いが足りない。目薬を刺さないと目が開かなくなりそうだ。君たちの他人ができて先生は幸せだ。もう限界だ。目薬を刺すぞ。西川、はい。このタイミングでなんだよ。クラスの中では目立たなかったかもしれない。だがお前の存在は思ってる以上に大切だ。ありがとうな。あざぽよ。ありがとう西川。ねえ潤った。駅員さん、どうしたんだいのぶたくん。スキーに行くはずだったのに僕がちょっと寝坊しただけで置いてかれたんだ。どれぐらい寝坊したの。6時間。これ置いてくね。もう僕だけ一人ぼっちさ。しょうがないな、ついてきな。やったー。のぶたのやつまだ寝てんのかな。そうじゃね。え、この音何。お、みんな着いたよ。ウケる。半袖短パンは死ぬって。よし、のぶたくん行ってこい。あー、なんで金さんもいいんだよ。え、のぶた凍ってね。Mさんにやられたのかな。Lさん、Sさじゃなかった。Lさだよ。なんでサイズ小さくすんだよ。のぶた、生きてる。あ、助かった。やっほー。しずかちゃん、ちげえよ。チーズ。中傷ですか。チョコあげる。え、ありがとうございます。どいたま。おはぽよ。お前ら今日も遅刻か。バラッチ朝からピリピリしないの。
はい。なんだこれは。チョコレートでコーティングしたカブトムシ。ってありすぎんだろ。ありがとな。本当に食えるのかよ。イガラシにもあげる。サンキュー。チョコレートでコーティングしたワニね。こんなのどこで売ってんだよ。声優だよ。嘘つくな。ムネオにもあげる。やったー。チョコレートでコーティングしたグローブね。もう食べ物でもねえじゃん。コーティングしたら何でもいいわけじゃねえぞ。西川はこれね。え？泥団子。せめてチョコでコーティングして。駅員さん、どうされました？ホームで規制上げてるやつがいますよ。え？すぐ行きます。おっと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 。ちょっとお客様、達治と申しますか？いらないですよ。何やってるんですか？ホームのギリギリに立ってたらもらえるんですよね。ギリチョコ。ギリチョコってそういうことじゃないですよ。カードの残高もギリギリにしてきましたよ。それも意味ないですね。ドアが閉まるギリギリに駆け込もうとも思ってましたよ。本当に関係ないんでやめてください。じゃあどうやったらギリチョコがもらえるんですか？学校行ったら誰かくれるんじゃないですか？ギリギリに行ったらいいですかね。あのギリチョコのギリはギリギリのギリじゃないですよ。そうデモンみてえだな。てめえタクワン高校のヤンキーか。だからなんだよ。最近タクワン高校の奴らが調子乗ってるみてえだからよ、全員ぶこしに来たんだ。やれるもんならやってみろ。うりゃあ。でもめんどいから逃げよう。なんでくるなついてこれるかな。ちょっと何事ですか？お前ら全員不正当者だぞ。うっせんだよ、黙ってろ。ああ、てめえもボコられてえか。すいません。何がすいませんだ。土下座しろ、これ。ああ、チース。あ？一般ピーポー巻き込んでんじゃねえよ。誰だてめえ。わかんねえなら覚えとけ。タクポヨだよ。ダコが。お姉ちゃん、ありがとね。どいたま。でもお姉ちゃんもお金払ってないよね。バレた？はい、整列乗車お願いします。お客様、一列にならず三列で並んでください。一列になるとホームの幅が狭くなって危ないので。嫌なのよ、俺はここでいいのよ。いやダメですよ、決まりですので守ってください。クソが、しつこいのよ。安全のためなんです、言うことを聞いてください。お前は真面目すぎるのよ。バカか。なんだどこら。何回言わせりゃ気が済むんだよ。客に。なんだその態度は。てめえなんて客じゃねえよ。カラクソが。なんなのよ、貴様ただで済むと思うなよ。うっせえよ、クソジジイ。お前らいい加減にしろ。え、横山さんもちょっとは協力してくださいよ。まったく、お前は熱くなりすぎだよ。でもこの人が言うこと聞かないんで。確かにお前の言ってることは間違ってない。でも時に社会では黙ってた方がうまくいくこともあるんだよ。そんなの納得いかないっすよ。お前の正義感は素晴らしい。でも少し肩の力を抜いた方が人生うまく生きられるはずだ。わかりました。すいませんべー。支援証ですか？10分のちょうだい。では80分におまけしときますね。あざちゃみ。おはちゃみ、うん、あれ？タクポヨ、何があったの？学級崩壊しちゃったみたい。リアルに崩壊してんじゃん。不良が多すぎてとかじゃなくて。昨日の当番は誰だ？あたし。帰る時は問題なかったのか？うん、ちゃんと黒板と電気も消しといたよ。本当に消してんじゃん。ここまで消す方が大変だよ。お前はバカか。こんなことする誰もおらんぞ。いるわけないよね。てか誰も真似できねえわ。学級崩壊しちゃったからさ、しばらく休みだよね。もう学校崩壊だけどね。最初ゴジラ来たのかと思ったわ。いや、授業は始めるぞ。いいやんだろ、机も椅子も屋根もねえんだぞ。学級崩壊、累戦崩壊。やかましいわ。すいませんべー。支援証ですか？10分のちょうだい。では80分におまけしときますね。あざちゃみ。おはちゃみ、うん、あれ？タクポヨ、何があったの？学級崩壊しちゃったみたい。リアルに崩壊してんじゃん。不良が多すぎてとかじゃなくて。昨日の当番は誰だ？あたし。帰る時は問題なかったのか？うん、ちゃんと黒板と電気も消しといたよ。本当に消してんじゃん。ここまで消す方が大変だよ。お前はバカか。こんなことする誰もおらんぞ。いるわけないよね。てか誰も真似できねえわ。学級崩壊しちゃったからさ、しばらく休みだよね。もう学校崩壊だけどね。最初ゴジラ来たのかと思ったわ。いや、授業は始めるぞ。いいやんだろ、机も椅子も屋根もねえんだぞ。学級崩壊、累戦崩壊。やかましいわ。ママの嘘つき。ごめんね、車内販売やってないんだって。お腹空いたよ。新大阪まで我慢して。嫌だよ。僕、え、愛媛一個やるで。いいの？ひこまろさん、去年車内販売なくなったやろ。みたいですよね。てやから乗る前に買うてきたんや、10個。わー、
さすがですね。のぞみで東京発車して品川着くまでに完食してまうで。東京品川は5分しかないよ。さすが彦摩呂さん。いやいや、それは嘘やで。彦摩呂さん、これ食べていい？ええよ、開けてみ。うわぁ、美味しそう。ちゃうちゃう、もう貸してみ。え？うわぁ、海の宝石箱や。うわぁ、宝石箱や。あのお客様、はい、車内はお静かにお願いします。すいません。車掌さん、はい、2号車に何かの匂いがするんですけど。匂い？すぐ向かいます。多分あの袋の中です。確かに何か匂いますね。どこかで嗅いだことのあるような。確かにどこかで嗅いだことのあるような。あー、思い出せない。何でしたっけ。この匂い、大田原牛の最高級ステーキの匂いちゃう？え？わしは食うたことがあるからわかる。 100g 10万のステーキや。もしかして彦摩呂さん？中身確認してくるで。彦摩呂さん、危ないですよ。これはまさに牛の柔軟体操や。はあ、本当にステーキでよかった。それ僕のです。すんません。気持ち悪い。アルコールランプのつけ方、これはテストに出すからな。ちょうど俺の席、暖房直当たりで気持ち悪いんだけど。胸を、どうしたの？いや、なんでもない。生暖かい風が直で当たるから変な汗かいてきた。なんか取り憑かれた？風当たらない位置を探そう。なんでパーフェクトヒューマンやってんだよ。風が来ない位置を。大人ブルーやんな。風が来ない位置を。ピクニックですじゃねえよ。なんでさっきからいろんなポーズしてんだよ。もう我慢できねえ。どういうこと？うん？なんだこの生暖かい風は。胸をはこの風に悩まされてたのか。おい西川。はい。なんでパーフェクトヒューマンやってんだ。風か風か。あ、今気持ち悪いの。え？まだ来ないの？この雪だからね。寒いよ。もう少し頑張って。もう帰りたいよ。我慢しなさい。お客様、はい、お待たせして申し訳ございません。よかったら毛布とカイロ使ってください。あ、ありがとうございます。僕コンポタ好き。うん、よく振って飲んでね。ありがとう。この寒さの中ですが、もう少し頑張りましょう。はい。あの人は大丈夫なの？ん？ちょっとお姉ちゃん、大丈夫ですか？ギャルだから余裕。寒くないの？クソ寒いけど根性しちょ。ギャル強っ。チーッス。新章ですか？20分のちょうだい。お姉ちゃん、おめでとうございます。何が？今日で金の遅延症ゲットです。やったー。何それ。遅延症を100枚もらった人には金の遅延症を渡してるんです。金の盾みたいなもんだよ。金の盾なめんなよ。てかどんだけ電車遅れてんだよ。金の遅延症を使えば学校に遅刻し放題ですよ。私無敵になった。学校側は許さないでしょ。お友達はまず銀の遅延症を目指して頑張ってくださいね。あ、銀とかもあるんだ。1000枚もらうとダイヤモンドの遅延症だよ。やばそう。ダイヤモンドの遅延症はあらゆる状況の遅刻が許されます。それ見せられても私は許さないけどね。よし、ダイヤモンドの遅延症目指して頑張ろう。頑張りましょう。遅延しないように頑張れよ。すみませんが、君は不採用です。はぁ、うちで働きたければもっと勉強しなさい。はい。お前に会った会社が見つかると思うぞ。はい。あいつは無理だろ。一生ニートしてたらいいんだよ。先生、僕は何もできないんです。人間関係が苦手なんです。無理なんです。勝地、もう何をしていいのか分かりません。勝地。勝地と申しますか。お前ギターやれよ。いがらし、何言ってんだ。前に公園でお前が弾いてたギター、俺は感動したぜ。日本中の人に聞いてもらわねえともったいねえよ。でもギターは趣味なので。お前なら戦える。弾いてみろよ。え？これだ。